みなさん、こんにちは、しおりちゃんのしほです。はい、ということで今回はね、クレアーズに行ってきた時にね、福袋がね、4つぐらい種類があって、その中から2つ選んできたので、今回はそれをね、紹介していきます。で、ね、種類もうなかった、4種類で、1種類なくて、うん、3種類中2種類を選んできました。いわゆる、しかもこっちは、こっちはラスト1個でイヤリングの6点セットだったっけ、うん、イヤリングの6点セットで、こっちがね、ポーチとか握手とか、なんか大きめなものが入ってる、なんかいろいろ入ってる、ね、そう、いろいろ入ってて、ポーチだけ見せてもらったんですよ。めっちゃ可愛くて買ってしまいました。両方とも990円ぐらいで、1000円、まあ、約1000円だね。1000円かな、1100円、まあでもとりあえずそれぐらいでした、うん、はい、じゃあね、早速紹介していきます。まずね、こちらのね、アクセサリー6点と6点を紹介して、イヤリング6点って書いてあったかな、あ、イヤリング、イヤリングしか入ってないのかな、開けてみよう、楽しみだね。6個も入ってんじゃん。でもそうだよ、やばいよね、絶対買う、うん、お、まとめてある、あ、かわいいやつや、これ。わ、めっちゃかわいいやつ、多分これ。まず一つ目がこちらのピンクのポンポンのね。おー、かわいい。イヤリング。あ、めっちゃかわいい。ほら、見て。かわいい。ほら、絶対これつけたら揺れてさ、かわいくない？しかも軽いんで、うん、かわいい。次行きまーす。はーい。次はね、こちらのイヤリング、こちらねは、あの、ピアスした時にね、つけるようなイヤリングなんですけど、なんかほら、あの、こういう円形のやつがイヤリングになってるやつ、え、いいじゃん、めっちゃ可愛い、これ。そう、クレアーズってなんか耳が痛くならないようにゴムがついてるんですよ、イヤリングの。いいよね、そう、こうつけるやつ、うん、それがめちゃくちゃ良くて、見てください。こちら。ほら、可愛くないですか。やばい、これめっちゃ気に入ったかも。可愛いです。はい、いいじゃん。まだ入ってるもんね。あ、これも可愛い。こちらがハート型のキラキラのイヤリング。で、これもまた可愛い。何でも合う洋服。って分かりにくいか。あ、かわいい。かわいいね。ハートなの？ハート型になってて、うんうんうん、かわいい。いいじゃん。かわいい、シンプルで。シンプル好きなんで。うん、やばいですね。あ、かわいい。すごい、何それ。これ、あ、雨のね。あ、そんなのあるんだ。スーパーキャップスとかさ、サンキューマートに行ってたじゃん。あ、売ってたね。なんか、ああいうやつだね。そう、ああいうやつ。あ、すごい、面白い。わ、かわいい。うん、こんな感じの、うん、雨のイヤリング。今回ショッピング、これ曲がっちゃったのかな。曲がっちゃったっぽいね、これ。でもかわいい。かわいい。でもこれ絶対戻せる。癖がついただけだから。うん、なんかピンク系だね、しほちゃんの好きな。ね、ピンクと銀。うん、あ、金来ました。あ、かわいい、これハート。おお。ほら、見てください、ハートです。ハートの下にね、なんかキラキラ、あ、かわいいがついてて、あ、いいじゃん、これ、こんな感じのイヤリング、うん、絶対かわいい、ほんとね、これ絶対かわいいね。シンプルって服に何でも合うんですよ、うん、めっちゃかわいいです。次、最後ラストですね、じゃじゃん、金、こちらも金色、かわいい。小物って金と銀とかにさ、うん、なんか合わせるとさ、おしゃれに見えない、うん、見えるよね。あ、こんな感じの、あ、かわいい、なんかロック系、うん、かわいい、これもなんか今まで買ったことないようなイヤリングで、うんうん、すごいかわいいです。全部使えそう。飴とポンポンはちょっと場所を選ぶかもしれないけど、でも使えるよ。飴とポンポンはね、
でもまあピンクだからテンション上がりそうだけどね。あ、テンション上がる。あ、でも可愛いね、みんな。これ当たりじゃないでしょうか、普通に。うん、可愛い。あ、これは揺れないでしっかりつくタイプの。お、いいんじゃない。うん、可愛い。絶対これ落ちなそう。絶対よね、これ持ちにくそう。ほら、ほら、かわいい。めっちゃかわいい。すごい。これさ、結んでた時にさ、うん、つけるとさ、なんか小顔効果ありそうじゃない。そうだね、大きいから、うん、かわいい。うん、よかったね。いい感じ。よかった、めっちゃいい感じのね、当たりな、うん、商品です、うん、お芋には福があるだから。あ、そうそう、最後の1個だったんだよね。で、じゃあ次にね、こちらのいろいろ入ってるものを紹介します。なんかこっちはね、なんかそういっぱい入ってるって言われましたね。あ、まとまってる。お、普通に袋に入ってる。いつもの袋だ、ほらね、いつものお買い物袋に入ってる。まずこちらのポーチの中にも入ってる。ほんとだ、このね、ポーチ、うん、反射、光の反射か。こちらのね、ポーチと裏にシュシュが入ってます。うん、これ見てるね。これはね、見た。見本があって、見本があって、まるっきり同じなんだね、やっぱり。そう、レインパック、待って、まだ、あ、いっぱい入ってる。そう、これたち見たんですよ、うんうん、このね、レインボーのシュシュと、うん、日に当たると色が変わるネックレスと、あ、かわいい、それ。これもハート型のね、何でも合うイヤリングと、うん、このすごいシャカシャカなポーチ、ね、うんうん、かわいい。これは日本で見せてもらったんですけど、これに光ってまだ入ってるってことは、うん、めっちゃお得。何入ってるんだろう。結構入ってるよ。かわいい、見て、ほら、かわいくない。うさぎ、あ、かわいくない。あ、かわいい。まさかうさぎの耳が入ってるとね。こんな感じ。あ、耳が立った、立った。あ、なるほどね。あ、かわいい、かわいい。あ、かわいいかも、これ。めっちゃかわいい。かわいいですね。はい。次行きます。そのまま行きますか。そのまま行きます。お花のゴムです。おー、これ夏だね。夏だね。夏にぴったり。夏にぴったり。あ、でもかわいい。うん。え、これで300円だよ。うん。税込みで。かわいい。かわいい。ついたボールペン、ピンクっぽい。あ、ピンク、ピンク。あ、いいじゃん、ピンク色のボールペン。かわいい。なるほどね、こういうのが落ちてくる、ね、クレアって感じ。うん、あ、確かに。ほら、この耳とさ、うん、これ。このおまけたちは本当クレアーズって感じ、ね、クレアーズって感じの商品、うん、かわいい。面白い、面白い。これ YouTuber 売り残りで、まあしょうがないね、それは怖いなのよね。何これ、ネックレスかな。ネックレスだけど、何これ。すごいね。すごいね、これ。なんだろう。おー、すごい派手。え、ロングネックレスってこと。あ、あ、でも伸ばしたら普通にシンプルじゃん。あ、あ、かわいい、これ。あ、かわいい、かわいい。めっちゃかわいい、かわいいじゃん。いいと思う、それは。普通にかわいいと思う。花も今日の服にも合いそう。ああ、うん、そうだね。差し色に合う。うん、確かに。何でも合いそう、それ。ね、うん、あ、これ結構当たりじゃない？ね、それはいいと思う。かわいい。うん、まだあるの？これラスト。ラスト、最後。この黒いゴムです。ああ、はいはいはい。今日の服にも合うじゃん。うんうんうん。かわいい。これも使えそうな感じのゴムだね。シンプルで。ね、以上でございます。何が変わるネックレスっていうのは、何で変わるの。太陽の光で。太陽の光なんだ。なんか色が変わるって言ってたら、今は黒だね、黒のキラキラな感じの、うん、それ可愛いじゃん、ハートで。可愛い、黒だし、何でもありそう。いくつ並べてみます。 はい、というわけで今回はね、クレアーツの福袋をね、買ってきて開けてみました。例年もね、めっちゃ可愛いんですよ、クレアーズって。ほら、
ふわふわってしてて、うん、なのでね、来年ぜひ買ってみてください。それではバイバイ耳でバイバイ。グミ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 ペア。 Sunday